フリーア美術館は、アメリカ合衆国首都ワシントン DC にある美術館の名称。首都中心部のナショナルモールに沿って建てられており、スミソニアン協会が管理、運営するスミソニアン博物館群の一つである。隣接するアーサー・エーム・サックラー・ギャラリーと同様に、日本を含む中国やインドを中心としたアジアの古美術品が展示されている美術館である。 開館時刻は午前10時から午後5時30分まで。クリスマスを除き年中無休で運営しており、入館は無料である。隣のアーサー・エム・サックラー・ギャラリーとは、地下階にある展示通路で両方の建物を行き来できるよう、つながっており、また両建造物における責任者、並びに学芸員も共通で運営されている。地下で、アーサー・エム・サックラー・ギャラリーと通路でつながっており、 フリーアンドサクラーギャラリー等と統合して称されることもある。特に公式サイトでは、英語表記でフリア、サクラーギャラリーズ等とされ、FSG と略称される。主に中国の絵画韓国の陶芸品を呼び陶器、日本の屏風などが観光客に人気のある展示品として挙げられる。所蔵品の一つ、俵や達室、松島図屏風館内のツアーや、 親子、団体向けのイベントなども、館内学芸員によって常時行われている。また、館内には、ユージーンアグネス・イ・メアー音楽堂という300席ほどの大ホールが設置されており、美術館のテーマであるアジアの歴史や伝統にのっ,とった映画、音楽会その他パフォーマンスなどの各イベントが模様されている。入場にはチケットが必要であるが無料であり、また上映。 開始のおよそ1時間前ほどに学芸員によって配布される。チケットやイベントに関しては、付近のインフォメーションセンター、または公式ページがより詳細である。さらに、ワシントン DC では4月中に全米桜祭りと称するイベントが行われている。これは、ワシントン DC に現在も、 タイダルベースン周辺に咲き誇っている約3000本の桜の苗木を1912年に東京都が贈呈した出来事に基づいたもので、同美術館も展示室、または音楽堂内で日本に関するイベントが多く行われる。特に音楽堂内では桜祭り記念アニメマラソンのある行事が催され、隣のトトロやアキラというような日本初のアニメの上映も行われる。 同美術館はデトロイトの実業家チャールズ・ラングフリーアによって設立されたもの。アジアの美術品を収集していた彼は同志向の美術品を収集、所有していたアメリカの芸術家であるジェームズ・マクニール・ホイスラーとの協力を得るなどして所有していた数々の美術品と資金をアメリカ合衆国連邦政府に出資したのが設立の始まりであった。美術館は アメリカの建築家であったチャールズ・プラットによってデザインされ1923年に一般に公開となった。完成当初はスミソニアン博物館の中でも唯一美術品の数々を展示した美術館であったという。その後は収容する美術品の数も大幅に増えるなどし現在に至る。フリーアは米国政府にコレクションを追贈する際の条件として フリーア美術館以外での作品の展示や反対に他からの展示目的での借用を禁止した。同様の制限は近年入手した作品でも適用され、美術館は現在もこの条件を守り続けている。ただし、アーサー・エーム・サックラー・ギャラリーとは地下で連結されているため同じ館内であるという便宜的解釈が生まれ、フリーアコレクションのサックラー・ギャラリーでの展示は可能になった。 歴史的な展示品の一つとして、美術館の中にピーコックルームと呼ばれる一角がある。これはホイッスラーがイギリスの富豪であったフレデリック・アールレイランドの食堂として使用されていた部屋を金色のクジャクの模様をベースにデザインしたものであり、1877年に完成した。その後、フリーアが1904年にこの部屋を買い取り、展示室でもあるデトロイトにあった。 自身の自宅に保存していたが、1914年に彼が死んだ後は、ワシントン DC のフリーア美術館へと移動された。ありがとうございます。